リー・ジュエルの2011歩数加減5月1日生まれ、父フォーティナイナーさん、母はレディ・ジュエル。調教タイムは2ハロンが11秒54、1ハロンは11秒86、153番馬体重は450キロです。はい、願いましょう。台はお台は願いましょう。台は願いましょう。台はお声がありませんか。願いましょう。台は500万ございませんか。500万ありませんか。500万ございませんか。500万ありませんか。500万円ございませんか。上場番号は154番です。レガシーラベンダーの2011オス加減3月15日生まれ、父アグネスデジタル、母はレガシーラベンダーです。調教タイムは2ハロンが11秒47、1ハロンは10秒96、馬体重445キロです。はい、続いてはアグネスデジタル男馬での上場ですよ。はい、申し訳ございません。これは大好きの部分の800からでございます。よろしいですか。正面いただきます。800万一声でよろしいですか。800万アグネスデジタル、はい、820万は手前のお客様、850万は正面、850万の上ございませんか。850万の上ございませんか。900万、ありがとう。900万、920万、手前のお客様、920万、1000万、正面、1000万、ありがとうございます。1000万、1050いただきましょう。1100万の上ございませんか。1200万は手前のお客様、1200万の上ございませんか。1200万、もう一声、1200万、1250万、1300万、1300万は手前のお客様、1350は奥のお客様、1350万、もう一声、1400万の上ございませんか。1400万は正面、1450は奥のお客様、1500万の上ございませんか。1500万の上ございませんか。ラストコール、1500万の上ありませんか。1500万円、31番のお客様です。1500万円、東京都西山茂幸様ご購買でございます。ありがとうございました。上場番号155番です。ロングパイルの2011オスクリゲー3月24日生まれ、父ジャイアントレッカー、母はロングパイルでございます。調教時計は2ハロンが11秒36、1ハロンが11秒83、馬体重は498キロでございます。はい、よろしくお願いします。それでは願いましょう。お題は願いましょう。お題はお声はありませんか。どうぞ願いましょう。お題は600万ございませんか。600万ございませんか。600万ありません。600万、ありがとうございます。600万一声でよろしいですか。600万の上ございませんか。600万の上ございませんか。660万660万の上ございませんか。680万は手前のお客様、690万、ありがとう。700万の上ございませんか。700万
700万は正面、700万は700万の上ございませんか。ラストコール700万の上ございませんか。700万円6番のお客様です。ありがとうございます。700万円岩手県馬主会様ご購買でございます。ありがとうございました。乗車番号は156番、ローランジニーの2011です。メスクリゲー5月8日生まれ、父スクリーンヒーロー、母はローランジニー。調教タイム2波論が12秒21、1波論は11秒07、馬体重461キロです。はい、それではよろしくお願いします。願いまし お題は願いましとお題はお買いはありませんか。願いましとお題は300万ございませんか。300万ございませんか。300万ありませんか。300万ございませんか。300万円ございませんか。再上場のご案内です。上場番号は160番の次、今日中間1回目は44番、55番、69番、102番と行ってまいります。再上場の受付随時行っておりますので、どうぞお持ち込みください。登場しますのは上場番号157番、リオニアンレディの2011、メス影2月7日生まれ、父ディープスカイ、母はリオニアンレディです。調教タイム2波論は13秒72、1波論11秒90、馬体重でございますけれども442キロでございます。はい、それではディープスカイでの上場でございます。さあ、複数の方からお声はかかっております。こうなりませんでしょうか。願いましょう、お題は願いましょう、お題はディープスカイいかがでしょう。300万、ありがとう、その声待ってました。300万、320万、ディープスカイ。さあ、320万、半分おりますよ。320万の上ございませんか。320万の上、330万、ディープスカイ、いかがでしょう。もう一声。330万は多くのお客様。340万の上、350万、ラストコール、350万の上ございませんか。よろしいですか。350万円、約68番のお客様です。350万円、東京都宮川明信様ご購買でございます。ありがとうございました。上場番号158番です。リーサムフリークの11、オスクリゲー2月20日生まれ、父ジャングルポケット、母はリーサムフリーク。調教時計は2波論が11秒96、1波論が12秒14、馬体重は457キロでございます。はい、よろしくお願いします。ジャングルポケット男馬での上場です。それでは願いましょう、お題はお声はございませんか。お考え中でしょうか。願いましょう、お題は500万ございませんか。500万ありませんか。500万ございませんか。500万円ございませんか。上場番号は159番です。ホープ、オス青影、3月25日生まれ、父ブライアンスタイン、母はロマンス美香です。調教時計は2波論が12秒23、1波論は11秒61、馬体重は455キロ。なお同馬は旋回壁がございます。願いましょう、お題は願いましょう、お題はお声はありませんか。願いましょう、お題は300万ございませんか。300万ありませんか。300万ございませんか。300万円ありませんか。上場番号は160番に参ります。160
160番はローメリンの2011、オス影4月1日生まれ、父サイレントディール、母はローメリンでございます。調教タイムは2ハロンが12秒61、1ハロンは12秒92、馬体重434キロです。はい、願いましょう。願いましょう。お声はありませんか。願いましょう。300万ございませんか。300万ありませんか。300万ございませんか。300万円ございませんか。ありませんか。中間1回目の再上場を行います。再上場はここから4頭です。44番、55番、69番、102番です。以上の4頭を行います。再上場は4頭です。44番、55番、69番、102番でございます。まず44番、稲垣デュラン。オス影4月22日生まれ、父デュランダル、母は東亜フォーチュン。調教タイムは2ハロン11秒80、1ハロンは11秒35。44番の再上場でございます。はい、それではよろしくお願いいたします。450いただきます。450万の上ございませんか。450万、ディランドル男馬、450万の上ございませんか。450万の上ありませんか。ございませんか。450万円、番号お願い。166番のお客様です。450万円、東京都小山田充様、ご購買でございます。ありがとうございました。続いて55番に参ります。55番は走る女王の23、オス影4月10日生まれ、父スペシャルウィン、母は走る女王でございます。調教時計は2ハロン12秒85、1ハロンは11秒81でございます。はい、それでは願いましょう。願いましょう。お声はありませんか。願いましょう。さあどうぞ。400万、はい、いただきます。400万の上ございませんか。400万、スペシャルウィーク男馬、400万の上ございませんか。400万の上ございませんか。よろしいですか。400万円、39番のお客様です。400万円、東京都薄井吉太郎様、ご購買でございます。ありがとうございました。上場番号69番に参ります。上場番号69番、ビッグティアラの2011、メス影3月17日生まれ、父プリサイセンの、母はビッグティアラでございます。調教時計は2ハロン11秒77、1ハロンは11秒92でございます。はい、早速のサイン。280万、はい、300万の上ございませんか。300万は左手前のお客様。300万の上ございませんか。300万の上ございませんか。300万円、153番のお客様です。300万円、愛知県山田忠康様、ご購買でございます。ありがとうございました。上場番号102番に参ります。102番はポラリス東証の2011、メスクリゲ4月27日生まれ、父ブライアンタイム、母はポラリス東証です。調教時計は2ハロン12秒09、1ハロンは11秒77、馬体重442キロ。なお同馬は2012年の5月に、微量骨の骨折によります整復手術を行っております。はい、よろしくお願いします。それでは願いましょう。150万の上ございませんか。150万の上ございませんか。150万の上ございませんか。150万円、約3番のお客様。150万円、宮城県井上修一様、ご購買でございます。ありがとうございました。再上場は随時行っております。どうぞお申し込みお早めにお願いを申し上げます。それでは競りは通常のスケジュールに戻ります。上場番号161番です。レディストーンの2011、メス黒影4月19日生まれ、父ハイアーゲン、母はレディストーン。調教タイムですが2ハロンが12秒59、1ハロンは12秒71でございます。
体重でございますが、161番は408キロの馬体重です。はい、願いましょう。台は台は願いましょう。台は願いましょう。台はお声はありませんか。250万ございませんか。250万ありませんか。250万お声はありませんか。250万円ございませんか。上場番号は162番です。ワイルドトゥーアクトの2011、オス影3月7日生まれ、父ルーロボロー、母はワイルドトゥーアクト。調教時計は2ハロンが12秒10、1ハロンは11秒91。今日の馬体重は468キロです。162番の登場、馬体重468キロです。はい、それではよろしくお願いします。願いましょう。台は台は願いましょう。台は願いましょう。台はお声はありませんか。願いましょう。台は400、はいはいはい、願いましょう。台ははい、350万、ありがとうございます。350万の上ございませんか。350万の上ございませんか。350万の上ありませんか。350、番号、そうですか、大変失礼しました。それでは願いましょう。台は450万ございませんか。450万ございませんか。450万ございませんか。450万円ございませんか。上場番号は163番です。ワンダフルスキルの2011、オス影5月29日生まれ、父アグネスデイチャル、母はワンダフルスキルでございます。調教時計は2ハロンが12秒87、1ハロンが11秒56。今日の 馬体重でございますが462キロでございます。はい、本番163番アグネスデジタル男馬での上場です。はい、生産者販売申し込み者の方は、鑑定人、はい、事情ございますね。はい、事情がございまして切れません、申し訳ございませんが願いましょう。お題は400万、無理って申し訳ありません。正面、400万の上ございませんか。400万の上ございませんか。400万の上ありませんか。400万の上ございませんか。400万円、6番のお客様です。400万円、岩手県馬主会様ご購買でございます。ありがとうございました。上場番号164番に参ります。164番はアイアイボタンの2011、メスプリゲー3月4日生まれ、父コンディット、母はアイアイボタンです。調教時計は2ハロンが13秒35、1ハロンは12秒73、馬体重は446キロの馬体重でございます。なお、同馬は柵壁がございます。はい、それでは願いましょう。お題は願いましょう。お題は最後200万いただきましょう。200万の上ございませんか。200万一声でよろしいですか。200万の上ございませんか。200万なければハンマーがおります。200万の上ございませんか。200万円、124番のお客様です。200万円、鹿児島県西村慎一郎様ご購買でございます。ありがとうございました。上場番号は165番です。165番はアドマイヤーアイドルの2011、オス青毛3月10日生まれ、父名称ボーラー、母はアドマイヤーアイドル。調教時計は2ハロンが11秒83、1ハロンは11秒81、馬体重449キロです。はい、それではよろしくお願いします。願いましょう。お題は願いましょう。お題はお声はありませんか。願いましょう。お題はお考え中ですか。願いましょう。お題ははいはい、願いましょう。お題は名称ボーラー男馬、願いましょう。お題は
事情がございまして、どうしてもこれちょっと切れません。いかがでしょう。はい、無理言って申し訳ありません。500万の上ございませんか。名称ボーラー男馬、500万一声でよろしいですか。500万の上ございませんか。500万の上ございませんか。なければ半万おります。500万の上ございませんか。500万円、41番のお客様です。500万円、新平課長株式会社 JS 様ご購買でございます。ありがとうございました。再上場のお知らせをいたします。上場番号230番の後に中間2回目の再上場を行います。上場番号148番、151番と再上場を行います。再上場中間2回目は230番の後に行います。再上場は148番、151番、現在のところはこの2棟の申し込みがございます。随時申し込みを受けたまっております。再上場の申し込みどうぞ後ろの方はですね、時間もなくなってまいりますのでお早めにお願いを申し上げます。さあ、166番の登場です。アニメートランナーの2011オスクリゲ、5月31日生まれ、父スクリーンヒーロー、母はアニメートランナーです。調教タイム、2波論は12秒01、1波論は11秒55、馬体重は440キロです。はい、それではよろしくお願いいたします。願いましただよ、願いましただよ、願いましただよ。200万ございませんか。200万ありませんか。200万ございませんか。200万円ございませんか。上場番号167番に参ります。アネモスの2011オス影、3月10日生まれ、父ヤマリンセラフィン、母はアネモス。調教タイムは2波論が12秒30、1波論は11秒84、馬体重は470キロです。参ります。願いましただよ、願いましただよ。一声いかがですか。どうぞ。願いましただよ。300万ございませんか。300万ありませんか。300万ございませんか。300万円ございませんか。上場番号168番です。アウロラカフェの23メス黒影、3月12日生まれ、父シリスターミニスター、母はアウロラカフェでございます。調教タイムは2波論が11秒92、1波論は11秒56、馬体重は508キロです。はい、願いましただよ、願いましただよ、願いましただよ。300万。はい、失礼いたしました。販売申し込み者の方は、整理台の横の方に、来ていただきたいと思います。はい、もう一声いただけないでしょうか。いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは250万頂戴します。250万の上ございませんか。250万一声でよろしいですか。250万の上ございませんか。それではラストコールです。250万円の上ございませんか。250万円です。213番のお客様です。ありがとうございました。250万円、大阪府徳原永州様ご購買でございます。ありがとうございました。169番欠場です。上場番号170番です。アジアンタムの2011オスクリゲー、3月1日生まれ、父ノボジャック、母はアジアンタム。調教時計は2波論が12秒54、1波論は11秒52。今日の、そして馬体重ですが475キロです。はい、続いても第一声ありがとうございます。願いましただよ、他にお声ございませんか。願いましただよ。はい、それでは
200万手前の客様をお取りします。200万の上ございませんか。200万210万億、210万の上ございませんか。210万250万260万、260万、もう一声いかがですか。260万、正面のお客様お考えですか。260万の上ございませんか。お声がなければハンマー落ちますよ。よろしいですか。それではラストコールです。260万円の上ございませんか。260万円です。109番のお客様ありがとうございました。260万円、茨城県友水達也様ご購買でございます。ありがとうございました。上場番号171番です。アズマクロリスの2011メスクリゲー、4月16日生まれ、父クラスファンダー、母はアズマクロリスです。調教タイム2ハロンが13秒07、1ハロンは12秒32、馬体重は453キロです。はい、引き続きよろしくお願いいたします。参ります。願いましたよ、願いましただよ、願いましただよ。250万、ございませんか。250万、ございませんか。250万、ございませんか。250万円、ございませんか。上場番号172番に参ります。アドマイヤー1-23オス影、3月28日生まれ、父ディープスカイ、母はアドマイヤー1です。調教タイムは2ハロンが10秒98、1ハロンは11秒20、馬体重は504キロでございます。はい、中央三勝の母に、本年待望のデビューを迎えますディープスカイ3コートコーマ。はい、本日唯一のディープスカイ男馬でございます。早速参りましょう。願いましただよ、願いましただよ、一声いかがですか。どうぞ。願いましただよ、早速左手800のコールありがとうございます。800万の上ございませんか。800万の上ございませんか。ディープスカイ820万の上ございませんか。870万、900万、ありがとうございます。950万、小島さんです。950万、お考えですか。970万です。それでは手前1000万ありがとうございます。1000万の上1020万、もう一回。1020万、お考えですか。1020万、じっくり参りましょう。1020万、もう一回いかがですか。1020万の上ございませんか。それではお声がなければラストコールです。1020万円の上ございませんか。よろしいですか。1020万円です。155番のお客様ありがとうございました。1020万円は千葉県増田和弘様ご購買でございます。ありがとうございました。上場番号173番、アドラーの2011オス影、4月24日生まれ、父ケインホン、母はアドラーでございます。調教時計は2ハロンが11秒92、1ハロンは11秒98、馬体重492キロです。参ります。願いましただよ、願いましただよ、一声いかがですか。どうぞ。願いましただよ、600万、ございませんか。600万、ございませんか。600万、ございませんか。600万円、ございませんか。
上場番号は174番に参ります。アプレシェの2011メス影2月22日生まれ、父アドバイアジャパン、母はアプレシェ。調教タイム2波論は11秒65、1波論は11秒39、馬体重は462キロです。はい、田中さんのお客様サインは300万ですね。ありがとうございます。それでは頂戴します。300万、350万、360万、460万、400万、ありがとうございます。400万、450万、460万、500万、ありがとうございます。500万、もう一回、520万、OK です。550万、570万、いかがですか。ありがとうございます。それでは600万、620万、650万、670万、いかがですか。700万、ありがとうございます。700万、もう一回、720万、750万、770万、800万、ありがとうございます。800万、820万、もう一個いかですか。850万、それでは870万、900万ともありますか。ありがとうございます。それでは900万、早速920帰りました。920万、もう一個、920万、お考えですか。兄弟版もコンスタントに活躍しておりますよ。920万、もう一回、950万、ありがとうございます。970万、いかがですか。ありがとうございます。1000万、それでは1020万は OK です。1020万、ハンマー近づいておりますよ。よろしいですか。1020万の上ございませんか。それではラストコールです。1020万円の上ありませんか。1020万円です。171番のお客様です。ありがとうございました。1020万円、岩手県千葉甲様ご購買でございます。ありがとうございました。上場番号175番に参ります。阿弥陀の2011オス青影、4月23日生まれ、父スクリーンヒーロー、母は阿弥陀です。調教時計は2波論が12秒26、1波論は12秒03、馬体重439キロです。はい、それでは早速400万のコール、ありがとうございます。540万、ありがとうございます。570万、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 
ですか。600万、600万、お考えですね。600万、600万、600万の上ございませんか。よろしいですか。それではお声がなければ右手のお客様に600万円のハンマーを打ちます。ラストコールです。600万円の上ございませんか。600万円です。番号をお願いいたします。600ではなく3位は590でしたか。590ですね。590万ですね。失礼いたします。それでは590万円でよろしいですか。
2013年のトレーニングセールでございますが、今競りは175番まで進んでおります。本日は名簿上の数字でございますが、別冊も含めまして、本日297番までの上場を予定しております。297番までの上場場がございます。292番以降につきましては別冊でございますので、どうぞ別冊も名簿お取りください。175番まで進んでおりまして、約3分の2のところまで来ております。大変失礼いたしました。それでは590万円より競りを再開させていただきます。よろしいですね。はい、失礼いたしました。それでは590万円ですね。590万の上ございませんか。590万の上ございませんか。ありがとうございます。それでは左手の6万600万、もう一声いかがですか。600万、ラストコールになりますよ。600万の上ございませんか。それではラストコールです。上がりました。610万、もう一声。610万の上ございませんか。610万、よろしいですか。ハンマー落ちますよ。610万の上ございませんか。よろしいですか。610万円の上ありませんか。今の、すいません、登場しているのは177ですが、今競りは175番を590万円から再開しております。175番につきまして、ただいま590万円からの競りを再開の形を取っております。少々お待ちください。今目の前にいますのは177番ですが、こちらのご紹介の方はまだ行っておりません。177番のご紹介の方はまだ行っていません。もう一度確認をさせていただきます。175番、ただいま馬は上場しておりませんが、175番の競りを行っております。600万円でよろしいですか。今井さんのお客様、少々お待ちください。現在175番まで進んでおります。競りの方はですね、175番まで競りを今進んでおります。少々お待ちください。上場、本日は297番まで、上場の予定でございます。なお競りの進行でございますが、今少々処理等、事務処理等を今行っておりますが、175番まで今競りを再開という形でしております。177番でございますが、馬は今入っておりましたがまだ紹介はしておりません。177番に関しての競りのご紹介と、正解者のアナウンスはまだ行っておりません。175番、現在こちらの競りのを行っております。さあ、再上場についてのお知らせを再度させていただきますが、148番、158番の2頭、230番の後に中間2回目の再上場を行っております。こちらをご用意しております。また本日お越しいただきました、ご購買者の皆様にはですね、こちら競り鑑定台に向かって左手
調教スタンド付近におきまして、ドリンク等のサービスをさせていただいております。ドリンク等のサービスをさせていただいております。どうぞご利用ください。再上場に関しましては随時行っておりますので、どうぞご利用ください。上場でございますが、今175番まで進んでいるところです。上場は175番まで進んでいるところでございますので、少々お待ちください。こちらの処理を今事務処理を行っているところでございます。本日の市場上場場についての再度のご案内でございますが、市場取引所等の交付対象のセールでございます。本日行っていますのは、市場取引所の交付対象のセールでございます。地方競馬の2歳馬競争で勝利した場合、あるいは中央競馬、地方競馬の2歳重賞競争におきまして1着から3着までの入着馬となった場合に交付対象でございます。詳しいことは競り名簿の10ページに記載しておりますので、ぜひ一度ご覧ください。2012年のトレーニングセールでは JRA 2歳馬戦のでおきまして12頭が勝ち上がっております。また地方競馬におきましては16頭の市場取引所の対象となっております。市場取引所につきましては競り名簿10ページに記載してございますので、こちら少々お待ちください。競り名簿10ページに記載してございますのでどうぞご覧ください。現在競りでございますが175番です。175番の、競りに関しましての確認作業を現在行っているところでございます。少々お待ちください。175番まで競りは進行しております。競りは175番まで競りは進行しております。175番の網棚の2011ですね、こちらについての競りに関しまして、現在確認作業等を行っておりますので少々お待ちください。現在競りの進行でございますが175番です。175番の競りが今行われているところでございまして、このあたり175番の競りにつきましての現在いろいろな確認作業を行っております。なお競りのスケジュールでございますが、今175番のところで止めさせていただいております。175番のところで競りのスケジュールは止めさせていただいております。このあと176番は欠場でございます。177番に関しましてはこのあと行ってまいります。177番はこの後の行ってまいります。本日の2013年のトレーニングセールでございますが、現在175番のところまで行っています。そして名簿上は291番まで記載されておりますが、今日はその後JRA ブリーズアップセールの欠場馬等の上場もございます。追加登録がございまして、こちらに関しましては別冊で行っております。別冊に記載をしております。トレーニングセール2013年トレーニングセール、別冊の292番以降の馬につきましてはどうぞ別の名簿となっておりますのでどうぞご注意ください。
ご購買者の皆様にご案内を申し上げます。175番の競りについて現在確認作業を行っておりますが、175番の競りをもう一度この場で再開させていただきます。そのために175番の馬をこれからセールリンクの方まで移動させます。そのため今しばらくお待ちください。ただいま175番、阿弥陀羅の2011の馬に関しまして再度競りを行います。175番は現在セールリンクからは一旦厩舎の方へ帰っておりますので、その厩舎からこのセールリンクまで175番の馬を移動させてまいります。その後175番の競りの再開をさせていただきますので、今しばらくお待ちください。購買者の皆様にはご案内も、少々ご不便をおかけしております。少々お待ちください。175番の競りを再度このセールリンクで行います。そのために175番、今ちょうど登場してまいりましたが、175番、これから今セールリンクに馬が入ってまいります。175番の競りをただいまから再開をさせていただきます。もう一度175番の競りを行います。175番の競りを今から行いますので、ご了承をお願いいたします。ご了解をよろしくお願いします。175番です。阿弥陀羅2011はオス青影、4月23日生まれ、父スクリーンヒーロー、母は阿弥陀羅でございます。175番、175番は調教タイムが調教タイムは175番は2波論が12秒26、1波論が12秒03、そして馬体重は439キロでございます。上場いたしましたのは175番、これから競りをさせていただきます。大変お待たせいたしました。申し訳ありませんでした。登場しておりますのは175番の馬でございます。先ほど競り上げに参加いただいたお客様、もう一度、お声掛けをいただきますようよろしくお願いいたします。それでは175番、阿弥陀羅2011参ります。願いましょだよ、願いましょだよ、いかがですか。願いましょだよ、400万ございませんか。400万ございませんか。400万お声はございませんか。よろしいですか。400万ございませんか。400万円ございませんか。176番は欠場でございます。上場番号107。